お台場 TV、ワチミー TV をご覧の皆さん、こんばんは、服部あゆみです。毎週金曜日のこの時間は、お台場レインボーステーションの時間ですよ。イエーイ。さて、今週のメンバーは。はい。第13期シーサイドイメージガールの近藤ゆいと、同じく松本ゆりかです。今日も、うほっと元気よくお届けします。はい。はい、というわけで、ちょっとね、2人がね、さっきから私の上下するテンションについてきてくれたら、うん、今日はこんな感じでいきますよ。ゆりかさん、本日のラインナップ元気よくお願いします。はい、午後8時5分頃から臨海地区で開催されるイベントを紹介するレインボーエクスプレス、イメージガールがおすすめ商品を紹介するシーサイドマルシェ、そしてお台場に関する質問をお答えするこちらがお台場探偵局と続きます。午後8時20分頃からウィークリーパーソナリティのコーナーです。今週のウィークリーパーソナリティはトカゲのボーカルサキさんがお送りします。最後はエンターテインメント情報、今週は本日から公開の映画ルーシーをご紹介します。今週も内容盛りだくさんでお送りするお台場レインボーステーション、最後までお付き合いください。それでは本番に向けての意気込みをゆいまるからどうぞ。うほうほう頑張ります。あっという間の1時間楽しく頑張ります。頑張りましょう。うほうほうついてきてお台場レインボーステーションスタートです。はい、お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、服部あゆみです。第13期シーサイドイメージガールの近藤ゆいです。同じく松本ゆりかです。いや、8月も終わりが近づいてきて、あの寒いですよね最近。肌寒い日が続いてるからね、もう夏もね終わっちゃうんじゃないかななんて思ってるんですけど、突然ですがここで質問です。はい、8月26日は何の日だったかご存知ですか？何の日？これはね、はい、お台場のねイメージガールとしての格が問われるわよ。はいって今言った？言った。どうぞどうぞ。あゆみちゃんの誕生日だった。お、ハッピーバースデー to you ってバカ。6月25日生まれですね。あ、そうなんだ。そう、なんかね、誕生日の時はちゃんとここで主張したので私。すいません。残念でした。何だろう。何でしょう。イメージガールとしては知ってて、うん、当然の。そうね。知っててほしいね。お台場に関係するってことだよね。うん、お台場の駅が完成した日。残念。違う。なんかすごい結構ね近い感じになってきてるかも。わかった、うん。はい。レインボーブリッジができた日とか。え、本当？正解？正解？すごーい！当たった！あのね、これね、答え私の台本にしか書いてないっていう、うんうん、あの意地悪があってですね。そうなんです。1993年、私とユーマールとね、同じ年にレインボーブリッジが開通されたのが8月26日でした。すごーい！すごい！さすが、お台場にフラッと車で行くだけあるな。イエイ！というわけでレインボーブリッジね、はい、このできてちょうど21歳か今21歳のレインボーブリッジを皆さんも、まあ、夜景がいいかな、うん、夜景、うん、夜景をぜひレインボーブリッジからもレインボーブリッジも夜景として綺麗なのでぜひ見てみてください、うん、はい、それでは番組インフォメーションを正解者ゆいちゃん、はい、お願いします。はい、お台場レインボーステーションは東京半蔵門にあります東京 FM ミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナー、パーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-6457-1462 東京 03-6457-1462 へお送りください。そしてスタジオの様子をユーストリームでライブストリーミング配信しています。フジテレビラボ LLC が運営するネットテレビ局 WatchMeTV でもご覧になれます。どちらも音楽が流れませんのでぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。
詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。そしてさらに iPhone 無料アプリチューインラジオでもこのラジオをお聞きいただくことができますので、 iPhone をお持ちの方はぜひダウンロードしてみてください。はい、ゆいまるありがとうございます、はい、ではここで1曲お届けします。聴くと懐かしくなる曲のテーマでゆりかさんに選曲してもらいました、はい、曲紹介お願いします。はい、グリーンで旅立ちです。お、確かにこんな始まりだった。うん、どんちゃどんどんちゃ、うん、うんうんうん、私覚えたなんかグリーンって合唱アレンジされてないですか、うん、卒業式で旅立ちの合唱アレンジを、うん、してるかも。もしかしたらグリーンの旅立ちが私たちがちょうど卒業ぐらいの年に、どっかの卒業ぐらいの年に出たと思う。できたのかもしれない。いや確かにね。そうなんだ、知らなかったね。そう、うん、そのイメージがあった自分、うん、だよね。なんかこれはグリーンのファンの人に怒られるかもしれないんですけど、うんうん、なんか聞いただけでどの歌詞が歌ってるか分かんなくても、あ、この曲グリーンだって分かるさ、グリーン感みたいなね、うん、あるで、なんかそれが懐かしい感じ、確かにって思うんですけど、ゆりかさんは、うん、なんかこれ懐かしい思い出とかあってグリーン、そう、これは、はい、お姉ちゃんがねいるの私、うんうん、で、はいはい、お姉ちゃんが大学に入学するってなって上京して奥一緒に行ったの、東京に入学式、うんうん、それで帰りの飛行機で聴いた曲がこれで、へー、その時人生で一番泣いたの。なんかわかんないんだけど、別にすごい仲良かったんだけど、うん、そんなすごい離れるわけじゃないけど、そう、これを聴いて泣いた飛行機で、そうそうそう、あ、なんか想像できちゃった。だからなんかこれ聴くと、うん、あーってなる。しかも本当に旅立ちの瞬間にね、うん、なんかね、飛行機で旅立ってるしとか思っちゃった。そうなんだ、うん、涙が、そう、一番泣いた、そう、今まで一番泣いたって思ってる、今も。なんか今の一瞬の話でちょっと私うるっときてる、うん、来てる。ちょっと涙もろくなったのね、最近ちょっとね、年だね、年で冷静あの筋肉が本当に弱くてみたいな感じはちょっと実は知ってる。老いの方だ。どうしたらいい、うん、どうしたらいい、ゆりかさん涙腺緩くなってませんか。いや緩いと思う、で昔から緩い。ああ、じゃあ感動屋とか、うん、そういう感じですか。うん、今確かに私もすぐ泣く。ああ、じゃあ、うん、大変だね、3人で映画とか見に来たら。そうね、確かに、ね、みんな、うん、ティッシュ足りなくない。ハンカチで。そんな。ハンカチ持参で、ね。あとみんなで話すするから。確かに。音がさ。確かに。リズムがみたいなね。鼻水をズルズル。そう。そういう感じがした。じゃあグリーンを聞いて皆さんも泣かないかな。ゆりかさんの気持ちになって。泣いてみるのもいいかもしれない、ね、うん、なんか最近人の気持ちになるのが結構好き、うん、あ、でもそれちょっとわかるかも。 そう、うん、その人の人生を一瞬かじるみたいな。うん、ぜひ想像の翼を、うん、広げてみてください、はい、ちょっとなんか詩人っぽくなっちゃった。近日臨海地区で行われるイベントをご紹介します。8月30日お台場海浜公園及び潮風公園でお台場釣り教室&バーベキューが開催です。9月6日から7日パナソニックセンター東京で翼と魔球の不思議が開催です。9月12日東京カルチャーカルチャーでお台場スーパープレミアムテキーラナイト知るほどに面白いテキーラ体感が開催です。気になるイベントがありましたらぜひ足を運んでみてください。さて続いてはこのコーナー、始まりましたシーサイドマルシェ。このコーナーはシーサイドイメージガールが今流行っているものをリスナーの皆さんに独自のやり方でおすすめするコーナーです。はい、もうね、大人気コーナーっていうね、コメントがいつも結構来てるっていうね、大人気なんですよ多分。というわけで今回も期待してます。はい、というわけで今回のテーマは、はい、秋の先取りです。セクシー、あ、今ね、文学少女のイメージ、あー、読書の秋的なね、うんうんうん、というわけでちょっとひんやりしてきたので、まあ、秋が
感じられるっていうのも含めて、うん、何か秋の先取りグッズ持ってきてくれましたか？ゆいまる、はい、教えてください。私はリュリュから発売になっているバックリボンパンプスのこの靴を持ってきました。かわいい、ね、シュールだね。そうなんで、これヒールが 11.5 センチもあるんですよ、うん、高い、ね、そうで、まあ、カジュアルにも使えるし、うん、これそのリボンがバッグについてるんですけど、うん、パーティーでもドレスに合わせても可愛いなって思っていて、うん、なるほどね、で色がワインレッドなので本当秋っぽいなと思ってたので、うん、これを今日は履いてきました、はい、いいかも。後ろについてるからシンプルすぎないし、はい、そうちょっとさ夏だと今これ美獣素材って言うんだっけ、なんかその毛が生えてるやつ、ほわほわ生地がねっていうのが生地がほわほわしてる、ちょうどさ暑い時はこれ見るとそ う, うわちょっと汗かきそうとなるんだけどうん、うん、だんだんこのひんやりしてるぐらいになってくると、うん、こういうのが恋しくなるっていう ね, そ う, ねそうなんですよ。さすが、なんかこの上半身だけ見ると結構ね夏かなって感じがあるわ。デニムジワンピみたいな着てるんですけど足元は秋っていうね、はい、季節の変わり目を変わり目を感じてます表現してくれました、はい、というわけで続いては、はい、ゆりかさん、はい、何持ってきましたか？私は飲み物です。飲み物、飲み物、うん、秋といえば、うん、食欲の秋、うん、って思ったの。でも今日は食べ物じゃなくて飲み物にしました。おー、でいろいろあったんだけど、なんか秋って言えばお芋、栗、かぼちゃかなと思ったけど、うん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 、でもなんかそんな飲み物なくてでキャラメルがあるかなと思ったの、秋って言えばみたいな、うんうんうん、だから、まあ、茶色いしなんかそんな感じもする。これにしました。リプトンの生キャラメル使用のキャラメルティーラテ、120円から130円くらいです。おー、なるほど。結構あの何リットルパックって言うんだっけそれ。500ミリリットルです。女の子がよくストローさせて飲んでるやつ、そう、そういうね感じがするよね。美味しそう、うん、キャラメル甘いの好きだっけ。甘いの大好き。ゆりかさんも甘いの好きですか？大好き。私も好きです。なんかなキャラメルってやっ、うん、秋だなって私実感する。思う？結構思います。本当、うん、なんかさこれパッケージにさ夏のぴったりのみたいな、そうなんだよね、ちょっと書いてあって、そう夏なのこれってっていう話し合いを真剣にしたんですよ。確かに。でも夏にね甘ったるいのってあんまり好まないよね。そう思う、うん、すっきりしたのも、ね、そう、なんか水分量が多い方がいいかなっていうから、やっぱりね秋を感じる。秋ですよこれは。なんかね私はね、うん、私も食欲の秋ってゆりかさんみたいに思っててね、うんうん、こうカサッと音がするんだけど、ぶどうを持ってきました。愛知県のシャインマスカットでございます。シャインマスカットってねすごい甘みが強い品種で、うん、マスカット独特の酸味が苦手な人とか、ブドウってあんま好きじゃないって思ってる人が美味しいって思う、香り高いマスカットでございます。すごい勧めてる。そう、私8月の末から9月の頭にかけてはこのブドウがないともう衣替えじゃないな、なんか時期を感じない、季節を移動できないみたいな、そう夏が終わらない感じがするので、皆さんもぜひ見かけたらシャインマスカット、うん、甘いので食べてみてください、はい、というわけで今日は3人の秋の先取りアイテムを紹介しました、はい、次回もお楽しみに。続いてはこのコーナー、はい、始まりました。こちらがお台場探偵局。このコーナーではお台場についてのふとした疑問など、お台場に関する基本的な質問やお台場のデートコースなどちょっぴりラブな質問をリスナーのあなたから募集し、イメージガールが調べて質問にお答えします。早速メールをご紹介しましょう。ラジオネームアヒルマルさんからです。イメージガールの皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。前回お答えいただきましてとっても嬉しかったです。私もアヒルマルさんのねお名前覚えてた。覚えてる。この間ゆりかもめに乗っててふと思ったんですが、ゆりかもめ線にある日の出駅はどうして日の出というんでしょうか。もしかして日の出が見れちゃうの。今週も今回も楽しく聞かせてもらいますね、ということで、うん、日の出、うん、見えるんですかね。見えるんですかね。見えるんですかね、まあ、なんか見えるのかな、うん、でちょっと高いから見えるのかなとか、そういう気もするんですけど、うんうんうん、こんな質問にゆりかさんお答えをお願いします。はい、はい、お願いします。日の出駅は日の出は見えません。なんでか、うん、なんでじゃない、それで名前は東京湾で最初に建設された日の出ふ頭から取っていて、でそれがなんで日の出にあるかっていうと、東京に関東大震災をきっかけに
東京にも大規模な、なんだ港が必要だみたいな、うんうんうん、なった時に作られたのがたまたま日の出で、へー、そこから名前が日の出が取られている。そうなんだ、そうなんだ。なんかゆりかもめってね、うん、確かに結構海沿いっていうだから、うんうん、ふと船の着く場所みたいな、そういう感じなのかしら。うん、見えないんだね。ん、見えないんだね。ね、残念。頑張れば見えるかもよ。そうね、なんか割と日本どこでも日の出って見ようと思えば見えるのかなとか、高いところに登れば見えるのかなとかね、そういう気はちょっとしてるよ、ね、日の出駅に限らず、うん、ゆりかもめ乗ってれば見れると思う、うん、見たことある？ゆりかもめとかお台場の日の出、朝あんまり、うん、朝とかその夕方とその日が暮れる時とか出る時にあんまり乗ったことなくて、うん、夜景目当てで結構乗る、うんうんうん、ああそうだよね、うん、もう沈んでからとかが多いかもしれない。夜景がすごい綺麗だから、うん、夜景がおすすめなんですけど、ちょっと今度乗ってみます、うん、私。お、朝？誘って？みんなでみんなで一緒に出発しよう一緒に。ちょっと小旅行みたいな早い時間って。というわけでアヒルマルさん、うん、参考になりましたか、はい？このコーナーではお台場に関する質問を募集しています。ぜひ質問をくださいね。お待ちしています。さてこの後はウィークリーパーソナリティのコーナーです。今週はトカゲのボーカルサキさんがお送りします。皆さんとはまた後半お会いしましょう。ここで一曲お聴きください。スーパーガールでアッハッハ超絶爆笑音頭。
お台場レインボーステーションを聴きの皆さん、はじめまして、トカゲのボーカル、サキです。さあ、ユーストリームでも生配信されているということで、ご覧の皆さんは、どうもこんばんは。ソーシャルストリームからチャットができるようになってます。生放送中、じゃんじゃんチャットで参加してみてください。こちらでもね、見れるようになってますんで、どんどん絡んでいきたいなと思ってます。さあ、というわけで今日は初めましてということで、トカゲ、初めてお聞きになる方もいると思いますが、私たちは4人編成のバンドです。今日私ボーカルサキなんですけど、あとはギターのエイリと、そしてベースのエヴァ、ドラムのヤスと4人でやってます。さあ、こんばんはと書き込みありがとうございます。さあ、そうなんですよ。で、都内を中心に活動しているんですけど、もうね、今日はこのお台場レインボーステーション初ということで、しかも私一人で乗り込んできましたですので、もう一人喋りですよ。緊張しますね。でもね、このチャットがあるということで、こう皆さんともねつながっていけるということで、すごく楽しみにしています。ラジオを聞きの皆さんは、本当に、何ですかね、楽しい時間をゆっくりと過ごしてもらえればなと思ってます。どうぞよろしくお願いします。さあ、早速、ありがとう。さきちゃん、こんばんは。ということで、どうもありがとうございます。嬉しいですね。なんか不思議な感じ。だってさ、こうやって、ラジオでも聞いていただいてる。そして、ユーストリームでも生配信してるという。すごいね、今の時代。あっちこっちやけども。さあ、そういうわけで、8月8日、トカゲニューアルバムが発売しました。じゃん。今、手元にあります。こちらです。オレンジ色のジャケット。そして、私たちメンバー4人の顔が、ドドドドドンと。まぁ、ちょっと大小それぞれ大きさあるんですけども。いい感じのデザインで載ってます。このね、オレンジのジャケットの通り、ラブザライフ、すごく明るくて、もうポップな、聴いたら元気が出るような、そんな曲たちがもう本当に詰まってます。タイトルはラブザライフ、本当にこう人生を愛そうよっていう意味でつけたんですけど、聴いてもらえる方に、なんかね、わあ、ウキウキするな、ドキドキするな、おお、人生楽しいぞ、もっと楽しもうって思ってもらえるような、そんな曲が入ってますんで、ぜひ聴いてください。8月8日ニューアルバム Love the Life 発売しました。よろしくお願いします。さあ、そんなトカゲなんですけれども、お、ありがとうございます。こんばんは。一人で頑張ってくださいねそうだよね、ほんとそうなの。私が喋るのをやめたら終わっちゃう責任重大だ。でもこんなね、ないですから、こうやってパーソナリティを任せてもらえる番組というのは、なかなかね、こうやってゲストパーソナリティというのはすごく緊張するもんですけれども、時間いっぱいいっぱい皆さんと楽しみたいと思いますんで、よろしくお願いします。さあ、というところで、今週の、この時間は私トカゲボーカルサキがお送りします。早速ここで、一曲トカゲの曲をお聴きください。トカゲで、サニーデイ!さあ、というわけで、ここからはあれですよね。秘密の時間。昼顔、みたいな。そう、何が秘密の時間かっていうと、今、このラジオのオンエア上では音楽が流れた。トカゲのラブザライフの中からサニーデイが流れてる。けれども、このユーストリームは音楽が流れていない。そして、なので、ボーカルさっき一人で喋ろよと。よかったらどうぞということなんで。ねえ、本当に、あれですね、今日は8月の29日ということで、もう夏も終わり。急に涼しくなりましたよね。
でもなんか9月に入ったらまた暖かく暑くなるとかいうことなんで、本当にあのみんなあれですね、あの体調には気をつけてほしいなって思うんですけど、何か夏ありました？夏の思い出。いやなんかね、私はあの本当に、今年は8月8日真夏にこのアルバム Love the Life を発売できたので、もう夏はトカゲと共に Love the Life と共に生きるぞって意気込んだんで、そんなにプライベートでどこどこに遊び行ったとかはないんですけど、あ、ありがとうツイッター、いつにも増してハキハキしてるよって来てるさあ、よかった、ありがとうめぐみちゃん。さあ、月曜日の番組でのさきさんとまた違ったさきさん見れるかなっていうことで、どうだろう、どうどう逆にどうみたいな。そうでね、そうなんですよ。だけどなんかちょこちょこいろいろ夏らしいこともして、あ、すっごい久しぶりに金魚すくいをしました。あれ難しいよね。ちょっと紙を貼ってるバージョンのやつで、モナカと紙とあるじゃん、私は紙を貼ってるやつでやったんですけど、なんかいろいろ周りの人がアドバイスしてくれたんよ。こう入れるときには垂直で中はゆっくり焦らずにみたいな。もう絶対焦るやんあれ、こうなんつうの、ダメなんね、水圧がかかっちゃうからゆっくりやんなきゃいけないっていうのが、ものすごく久しぶりにやったので難しかった。だけど2匹取れました。だけどね、隣にいた小学生ぐらいの女の子がもう浴衣をこうまくり上げてバンバンすくってたんで、わすごいな、やっぱなんかコツがあるんかなとか思って。でもちょっと金魚は家で飼えないので、ちょっとその場にこうリリースしたんですけどね。まあそんなちょっと夏らしいことをしたりしました。じゃあちょっとまた、こちらのラジオと連動しますんで、ちょっとした秘密の時間でした。終わり引き続きお楽しみください。今聴いていただいた曲はトカゲでサニーデーでした。さあというわけで、8月8日に発売したばかりのこちらニューアルバム Love the Life の中からサニーデーをお届けしたんですが、聴いていただけましたでしょうかね。いかがですか。この曲はこの Love the Life の中でリード曲となる曲なんですけど、すっごくもう夢に対してストレートな思いや、もう聞いてウキウキ、なんかこうやっぱりこう元気炸裂みたいな気持ちになってほしいなと思って、本当にストレートに思いを込めた曲です。これはですね、ホームページとかでも PV が見れるようになってます。このね PV もぜひぜひ見てほしいんだけど、やっぱこの曲が出来上がった時に、っていうか作ってる途中からかな、もう本当に青空と海とスコーンと抜ける、そういう映像がもうみんなの中で、メンバーみんなの中で頭に映像がありました。それを監督さんと一緒に、具現化していった MV です。ぜひぜひホームページ、トカゲのホームページから見れますので、そちらもぜひチェックしてみてください。さあというわけで、あ、なんかね、いろいろ仕事が忙しいって来てる人もいますね。今お仕事中に聞いてくださってる方もいるのかな、ありがとうございます。さあというわけで、今日はお台場レインボーステーションを聞きの皆さんには、もう初めましてなので、トカゲの私さっきのことをよりよく知ってもらおうということで、こんなコーナーを用意してもらいました。題してトカゲの一問一答。すごいリバービー気持ちいいというわけで、私の前にいくつかの、私宛ての、質問が書かれてある紙があるんですね。こういうふうに
このパーソナル部分、パーソナルな部分を深く引き出すような質問が書いてあるそうです。それを私がここで引いて答えていこうという、そういうコーナーになってます。さあ、ありがとうございます。仕事前に聞いてますということで、あ、これからお仕事なんかな、お疲れ様です、頑張ってくださいね。さあ、というわけで早速いきたいと思います。じゃ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 ん。じゃん。お、質問。トカゲを一文字で表すと？って聞いてますね。この一文字系難しい。なんかよくあるやん、今年を一文字で表すと、漢字一文字で表すとみたいなさ、難しいのよ。でもトカゲを一文字で表すとね、うん、つながりという字ですかね。やっぱり本当にあのトカゲのメンバー4人なんですけど、そのメンバーをとってもものすごいみんなそれぞれ個性的なんですよ。で、まあギターのエイリはすごくクールで、なんですかね、いい意味ですごくこう冷静で、だけどなんか心の中ではすごい熱いものを持ってるっていう、そういう感じの人で、そしてエヴァは、ベースのエヴァは変わり者ですね。だけどなんかそういうところがすごくあの私にはないような考えがあったりとか、そういうところをなんかこうね、見てるだけで面白い、そういう人ですね。あとドラムのヤスはすっごい面白いんですね。もうライブ中も MC を担当することがあるんです、よくあるんですけども、すごいね、なんかねドカンドカン笑いを取る、だけどすっごいだけどっていうか、だからかな、空気を読む力もすごくあって、例えばトカゲでミーティングするときとかも、なんだかんだこう話をまとめるのがヤスだったり、空気を読んで話をこう展開させるのはヤスだったりするんですね。そんな私はすごいこう破天荒なところがあるので、なんかそういうみんなここな部分がつながって、もしかしてこうやってトカゲっていう音楽を一緒に奏でることがなかったら、みんなそれぞれバラバラだったかもしれん、出会うこともなかったかもしれんって思うぐらい、このバンドを通してつながってるなっていうのはすごい あるし、あとは本当にすごいたくさん世の中にいっぱい音楽ってあるじゃないですか。その中でやっぱりトカゲっていうバンドに出会ってくれて、で聴いてくれて、そしてライブに来てくれて、つながっていく、でね、聞いてくれる人たち同士も仲良くなったりしてつながっていって、なんかそんなのってやっぱりすごくずっと大事にしていきたいなっていうことやし、本当に忘れちゃいかんなってすごく思ってますね。なんかこう一問に対してこんなにいっぱい答え、時間とちた。でもトカゲを一文字で表すとつながり、こうやって今日聞いてくれてる皆さんともつながれたし、大事にしていきたいなと思います。さあ次いきます。じゃじゃじゃんじゃん。あ、実家パソコンで聞いてます、どうもありがとうございます。さあ、トカゲとは光って来てますね、嬉しいですね。縁とかっていうことで、やっぱりそうですね、つながり、大事です。さあ続いていきますね。じゃん。バンドを組むきっかけは？さあ、きっかけか。もともとはですね、私ボーカルサキと、そしてギターのエイリーと2人のユニットだったんですね。でそれで、2012年にドラムのヤスが入って、2013年、去年ベースのエヴァが入ってバンドになったんですけど、
もともとそのユニットを始めた時のやっぱり組むきっかけとなったのは曲ですね。私が持ってる歌詞とそして、それにエイリの曲が載った時に、あ、この音楽を世の中に伝えたいなっていうのがあったので、そこから一緒にやろうっていうのができましたね。でそこからやっぱり一緒にやっていくうちに今のメンバーと出会って、今最強なんじゃないですかトカゲ本当にどんどんいい音楽を生み出していきたいなと思ってます。さあというわけで、 ありがとう、仕事帰りの車で聞いてます、 from 熊本、わあ嬉しい、どうもありがとうございます。いやーすごいね、やっぱりこうやってつながって、いやー嬉しいですね。さあというわけで、なんか私すごく一問についていっぱい話してますが、もう一問ぐらいいけるかな、いきます。これじゃん、休日の過ごし方はってきてますね。なんかこれ初めてのデートみたい休んだ日何してるみたいな。いやーもうね、もう最近はありがたいことにトカゲ尽くしでですよ。でたまにオフがある時は休みの日っていうか休みの前日なんですけど、お酒を飲みますねそう、結構ね一人で家で飲んだりするんよ。それがねちょっと楽しみなんです。で最近のハマりものとして、私燻製にハマってて、チーズの燻製とか、あとごまの燻製とかね、いろいろなんか最近変わり種の燻製がいっぱいあって、それをねちびちび食べながらお酒を飲むの、休日の前それが楽しみですね。いやでもあんまりそんなにお酒は詳しくないんですよ。で好きなお酒はレッドアイ、トマトジュースとビールのレッドアイ、あとはスパークリング系は好きですね。スパークリングワイン、スパークリング日本酒美味しいですね。あとそうですね、何飲むかな、でもそれぐらいかな。何でも飲めますけどビールだけは飲めないんですね。飲めるんやけど、もうちょっと飲んだだけで酔う、なんでやろうね。ワインとか全然平気なんですけど、ビールだけは酔うんよね。でもそうお酒好き好きって言ってるんやけど、困ったことに最近ものすごい弱くなっちゃって、あれね、もう気持ち悪くなるんですね、早々に。だからなんかこう気持ち悪くならないように長く飲める方法っていうのをすごい知りたい今。あ、さきちゃんは家飲み派なのかって来てますね。そう、家飲み派ですよ。もうなんかメイクとか全部落として、いつでも寝れるような格好で飲むっていうのは最高やないですか。なんかこう外でみんなで飲むのも好きなんやけど、帰って風呂入ってメイク落としてとか考えると、私ねそこまでね頑張れる気になんないだからもう本当にウェーってなった状態で飲むのが一番好きですね。あ、九州出身だからかなって来てますが、そう、私大分県出身なんです。焼酎有名ですよね、麦焼酎。そうね、よくだから言われますよ、九州女は酒が強いって言われるんですけど、最近ちょっと弱くなったんで、もうちょっと鍛え直さないといけないなと思ってるんですが、さあこんなところでいかがでしょうか、トカゲの一問一答でした。さあというわけで、8月8日にニューアルバム Love the Life が発売しました。本当にもうね、さっきも話しましたけど、この曲はもう本当に、このアルバムは、もう手に取って聴いて、そしてこの歌詞を見ながら聴いてほしいなと思います。もうストレートに思いを詰め込んだ曲が入ってます。6曲入りです。もうどの曲もおすすめ、もうどの曲が
おすすめって聞かれるのがもう一番辛いそれぐらい全部あの聞いてもらいたいな。そして1曲目から6曲目本当にこうなんていうんですかね、こうストーリーとしてあの作ってるわけではないんですけども、でも なんかこう1曲目から6曲目聞いた時に一つのこう物語が完結するようなそんなアルバムになってますんで、ぜひぜひ、Love the Life 人生を愛そうよ、オレンジ色のジャケットです、聞いてください、よろしくお願いします。さあというわけで、あそうそうそう、これどこで買えるのってそういう声も今聞こえてきましたよさあ、このアルバムはですね、全国の CD ショップそして Amazon、ライブ会場などで買えますんで、ぜひトカゲのホームページをチェックしてもらえたらと思います。そしてですね、都内のタワーレコードなんですが、池袋新宿渋谷店ではこちらのですねステッカーがつきます、特典で。これねなかなかいいっすよ、すごい可愛いんでぜひぜひゲットしてください。さあというわけなんですが、あっという間、もうそろそろお別れの時間ですよ。早いね。たくさん書き込みもありがとうございました、仕事柄お酒飲まなくなりましたという方もいますね。一人居酒屋もなかなかいいよって来てます。そういいよね、飲みたくなったな。そうレッドアイもビール入っとるやないかって来てますけど、なんかねトマトジュースと割ると大丈夫なんですね、不思議。さあということで、トカゲの今後のスケジュールをお知らせします。9月6日土曜日、渋谷エクマン、トカゲニューアルバムラブザーライフのレコ発になります。トレジャーフォーライフ、一生の宝物というタイトルです。ぜひ遊びに来てください。そして9月の13日土曜日には名古屋に行くよ、名古屋ミュージックファームでライブです。そして9月の23日には、ひばりが丘パルコ1階正面玄関前でインストアライブをやります。こちらはフリーライブになってますんで、ぜひ遊びに来てください。さあというわけで、私インターネットテレビもやってます。お台場 TV トカゲの時間ですよ。次回の放送は9月の15日ということで、ぜひそちらの方にも遊びに来てほしいなと思います。詳しい情報はトカゲのホームページ、トカゲ.netまでよろしくお願いします。それでは最後にこの曲を聴きながらお別れです。トカゲニューアルバムラブザライフの中からサンダーフラワーお聴きください。今日のお相手はトカゲのボーカルスサギでした。みんなありがとう。
お台場レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここからは番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。今週は私近藤結衣がご紹介します。はい、何紹介してくれるんですか。はい、今回ご紹介する映画は本日から公開の映画ルーシーです。現在大量のテレビスポット流れてるよね。うん、私六本木駅のホームのさ埋め込み画面で見た。うん、お見た、ゆかちゃん見た CM? CM、うんうん、見るよね、うん、たくさん見るんだけど、うんうん、ここで皆さんに問題です。はい、何ですか。普段人間の脳は何パーセント機能してると思いますか。うん、なんかねこうなんかシワが増えないと機能しないみたいなのを聞いたことあって。聞いたことある。半分 50% ぐらいかな。100% だと思ってフル回転フル回転だそう、実は 10% しか機能しないみたいですよ。10% なんだ。そう、でもこんなに頭の大きさいらないから確かに、ね、はい、今回ご紹介する映画の主人公ルーシーはなんと脳が 100% 機能するようになってしまうんです、うん、はい、それではストーリーをご紹介します。ごく普通の生活を送っていたルーシーはある日マフィアの闇取引に巻き込まれ、下腹部に新種のドラッグの入った袋を埋め込まれてしまいます。しかし体内でドラッグが漏れ出すアクシデントによりルーシーの脳は徐々に覚醒し始めます。覚醒率 20% では驚異的なスピードで外国語をマスターし、30% では自分自身の細胞を自由にコントロールできるようになります。その後もルーシーの脳は覚醒していき、覚醒率 50% 超えた頃には自分が制御できない状態に陥り、人間性が失われていくのでした。脳が 100% 覚醒したルーシーは人類を滅ぼす存在になってしまうのか、それとも救う存在になれるのか、果たしてどちらなのでしょうか。大胆で予測不可能なストーリー。それに加え、パリ、台北、ニューヨークの世界的な3都市を舞台に展開するグローバルな世界観、そして磨き上げられたスタイリッシュな映像で、見るあなたも脳が覚醒すること間違いなしです。主人公ルーシーを演じるのは、世界一セクシーな女性に2度も選出されている美女、そしてアベンジャーズシリーズで活躍したスカーレット・ヨハンソン。共演にはアカデミー賞俳優の名優、モーガン・フリーマンや韓国の個性派俳優チェ・ミンシクなど豪華な実力派キャストが揃っています。監督は映画レオン・ニキータなどでおなじみのリュック・ベッソン。スカーレット・ヨハンソンとリュック・ベッソン監督が初タッグを組んだサイキックアクション映画ルーシーは本日8月29日金曜日新宿バルトナインほか全国ロードショーです。この夏最後にルーシーを見て脳を覚醒させてみてはいかがですか。ぜひ映画館に足を運んでみてください。はい、足を運んでみてください。はい、ではここで番組をお聞きの皆様にプレゼントがあります。イエイイエイはい、映画アバウトタイム愛おしい時間についての試写会チケットを5組10名様にプレゼントいたします。日にちは9月16日火曜日、場所は一橋ホールで、会場が6時開演が6時半となっています。詳しくは番組のブログをご覧ください。はい、はい、PMR ありがとうございます。はい、これの覚醒する、見てるとさ自分も覚醒するっていうふうに PMR 言ってたけど、私今日もう脳覚醒してるかも。してるあのちょっとさっきコメントでちょっとね言われてたんですけど、うんうん、寝不足がそうなんですね。なんか夏のインターンシップに大学3年生らしく張り切って参加をしたら、1週間ぐらい毎日2時間睡眠みたいな、こう暴殺ですかね暴殺ってやつですかね、これがっていうのを、まあ、人生で初めて体験して貴重な経験をしました。この多分このハイテンション人生で初めてなんじゃないかなっていう気がさっきねコメントでねそう気づかれてたんだよね、ちょっとね、うん、やつれたみたいなすいません、ご心配をおかけして、はい、あの体重の方は順調にお菓子食べながらやってたら増えてしまったので戻しますという。さて番組もエンディングなんですが、ここでもう一度番組インフォメーションをゆりかさんお願いします。各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。
ファックスの場合は東京 03-6457-1462、 東京 03-6457-1462 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。はい、ゆりかさんありがとうございます。今日はね、結構久しぶりにいっぱい終わった後の話ができるの、うん、さっき前半でさ、言いそびれたこと、あ、うん、そう、靴、うんうん、そう、靴大きいって、ね、言われた、足でかーってねコメント来てたんですけど、はいはい、私の足のサイズは 24.5cm です。大きいね、大きいのかな。でもあいみんもね、そう、私がなぜそれに突っ込まなかったかというと、自分が 24.5 だからなんか自然だったそう、ゆりかさんの何センチですか？23か 3.5。 わー、かわいい、かわいい、あの、意外とこの1センチって大きくてですね、靴を並べるとなんか親子みたいな、そうそうそう、そういう感じになりますよね、うん、確かに 24.5、 なかなかかわいい靴がなくて、わかる、もう本当に悩むし、もうどこの店行っても24センチが最大ですとか、あるある、そう、本当にあるあるなの。黒と白だけ 24.5 までありますみたいなのがあって、なんかこう SML みたいな棚があるじゃないですか、うん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 、でこう上のサイズの方に行くほどなんか色が黒い、そう、モノクロ、そうなの、初めて知ったわ、もう手に取ってね、可愛いってものは大体ね、そう、大体 SM 手に収まるもんね、そうそうそう収まんないの収まらないって、なんか端っこを持つみたいなするよね、そうなんだそういう気がします。皆さんの足のサイズもぜひ送ってください。はい、ちょっと興味がありますというわけで、本日のお台場レインボーステーションもお別れの時間が近づいてまいりました。早い、ね、早い、というわけで引き続き靴の話をするのかは分かりませんがこの辺で終わりです、はい、本日のお台場レインボーステーション、お相手は第13期シーサイドイメージガールの近藤結衣と、同じく松本ゆりかと、メインパーソナリティは服部あゆみでした。良い週末を、バイバイ、バイバイ、寝るよ、ちゃんと寝るよ寝るよ。お台場 TV とワッチミー TV をご覧の皆さんにはもうちょっとだけお付き合いいただきます。はい、いやー、なんか今日テンション高いんだよね。いいことあったって言われたんだけど、多分その脳内麻薬、アドレナリンがいっぱい出ちゃったっていうね。ウィンマールにもね、さっきね、そうそう、質問が来てた、なんか日焼けしたってね聞かれてた。あ、本当に日焼けした、うん、そう、今日ね、うん、いろんな人からね日焼けしたって聞かれるんだけど、うん、メイクかなと思って、はいはいはい、今日メイクずっと練習してて、いろんなファンデーションを塗りたくってたら、多分ね、お菓子の日焼けになったっていうのと、 あとテニスしたり、そう、外で出ることが、お台場それこそ行ったりしてたから、うん、そう、日焼けしたかもしれないから、ちょっと美白の2人に囲まれると余計黒く見られるから、確かに風呂も服も白っぽくて、そうだよ、周りのせいだよこれ、周りのせいだよ、そうかも、それある、絶対、絶対あるよ、だって画面見てみて、ほら、うん、ほら、白白こっち見たら日焼けしたって言いたくなるかもしれない。確かに、うん、服もだしね、うん、実物で見ると意外といつもの今、はい、あのね、可愛い、今日いつもより、ね、すごい、いつも可愛いけどね。ありがとうございます。あ、あと少しで靴のサイズ負けるだって、やばい、やっぱりそういうこと、25とか5.56とか、悲しい、男性用シューズ買うか。悲しいよ。靴をさ、買うときはサイズから見るってこと、じゃあ、うん、そう、私はサイズから、最低限いいなっていうのじゃなくて、で歩けなくなっちゃうから、そう、まずは入るか入らないか、え、なんかすっごいいいなと思って、うんうん、なくて傷ついてきてない、そう、傷つく、なんかこれ可愛いと思って手に取ると 23.5 とか SML しかなくて、そう、 LL とかだからね、 24.5 とかになる、表紙抜けが多いんですよ。なんか店員さんが、うん、あ、ありますよ、調べしますねって絶対言ってくれるんだけど、うん、実はないみたいなのが多い、そう、なんか境目だから多分あるっていうね、発想が多いのかなって思います。そうね、大変なんだ、そう、苦労、苦労、苦労頑張っておしゃれを、おしゃれしよう、おしゃれしよう、楽しがちです。ゆりかさんに靴の選びのポイントもね、サイズ以外の観点からちょっと教わって、うん、確かにないわ、よくないな。教えてくださいよって教えるわ。というわけで、うん、私も寝る時間が近づいてまいりました。そうね、もう早く寝ないと。はい、というわけで
ここでお別れしたいと思います、はい、おやすみなさいでいい本当に寝ちゃうよ本当にせーのおやすみなさい